シェリルス・ウープスはアメリカ合衆国の元女子プロバスケットボール選手である。現役時代のポジションはガードフォワード。本場の記念すべき契約選手第1号であった。現在はロヨラ大学ヘッドコーチ。サウスプレインズ大学からテキサス工科大学に編入し、1993年の NCWA 一部優勝メンバーとなる。 卒業後はイタリアで1シーズンプレーした後、アメリカ代表として1994年世界選手権出場も3位に終わる。しかし、自国開催となった2年後のアトランタ五輪で金メダル獲得。1998年世界選手権は、外れるも、シドニー・アテネのオリンピック2度、世界選手権も2002年の金メダル獲得。1997年、 本場が発足されると、分配ドラフトで、ヒューストン・コメッツに指名され、プロ生活が始まる。コメッツには2007年まで11シーズン在籍し、初年度からの本場4連覇に、貢献、2000.20022005 2000の3度 MVP、獲得。2008年、シアトルストームに移籍も、2009年は、ウェーバー工事され無所属。2010年はギリシャでプレーし、 2011年に、タルサショックで本場復帰するが、同年限りで引退。2013年、ロヨラ大学ヘッドコーチ就任。ありがとうございます。